はい、こんにちは。今日はですね、兵庫県淡路島の伊佐奈木神宮に来ております。こちらのですね、御祭神というと、男女の性別を持った、神を七夜の一番最後に生まれた、そして一番最初に夫婦になった神様、伊佐奈木命と伊佐奈美命でございます。どんな神社なのか、早速中に入ってみたいと思います。はい、まずですね、一の鳥居を抜けたところにですね、こちら、何か動物がいますね。はい、実はですね、こっち口を開いている、こっちがですね、獅子、そしてあちら側、口を閉じているのが狛犬なんですね。そしてこれ、あと、うんですので、あ、うんの呼吸という、まあ、サンスクリット語で宇宙の始まりがあ、宇宙の終わりがうんというふうになっております。やっぱり夫婦にはですね、このあうんの呼吸というのが非常に大切ですね。これね、恋愛の定義というのがあります。あ、始まりですね。始まりはどうなのか。恋愛とは誤解して付き合って、うん、終わるときは理解して別れるというふうになってますね。つまりこのあ、運の中でですね、やり取りをする、これが夫婦の営みです。ところがこの運を超えてしまうと、まあ、理解して別れてしまうというですね、まあ、そういう形になります。つまりあと運の中でですね、夫婦というのは営むんですよと、まあ、そういうふうにですね、考えたらどうかなというふうに思われております。こちらにですね、さざれ石がありますね。はい、このさざれ石とはですね、こちら小さな石がですね、一つ、いわゆる岩尾となって、さざれ石が岩尾となり、これここにも書いてますけど、君が代のですね、さざれ石の岩尾となりというですね、まあ、この岩尾のことを言ってるんですね。まあ、このですね、実は君が代の意味っていうのがあります。実はこの君が代の君とはどういう意味かというと、このイザナ木の御事とイザナ実の御事、この木と実を足して君となるんですね。つまり君とは男と女という意味です。そしてイザナとはイザナウ、つまり誘う、誘い合う男と女、これがですね、イザナギとイザナミです。そしてこの誘い合う男と女の時代のことを君が代というんです。つまり君が代とはイザナギとイザナミの恋の物語です。つまり君が代とはラブストーリーなんですね。はい、この君がとはですね、愛し合う男女が千代に八千代に永遠に生まれ変わってもなお、さざれ石の岩尾となりて、その仲間や親戚が、一つになり団結して結束して苔の娘まで子を養い繁栄していこうというですね、そういう意味、これが君が代の意味なんです。でここにですね、その君が代のですね、このさざれ石岩尾となりてっていうのが、こちらに祀られてますね。イザナギイザナミというとですね、国海神海をですねした神様ですね。雨のぬぼこというものでですね、コーロとやって、ね、そして持ち上げた時にぽっちゃんと落ちます。これがね、最初にできた島、小所島でございます。そしてここ淡路島、そしていろんなところに島ができて、そこで国海というのが行われました。はい、そこでですね、イザナギとイザナミはですね、雨の御柱を立て、はい、そこで神海を行います。最初にですね、イザナミがイザナミに、なんて素敵な殿様でしょう、なんと素敵な姫君でしょうというわけですね。すると最初に生まれた神様が、形がないふにゃふにゃした神様、これはヒルコという神様です。でそしてイザナギとイザナミはこれをね、海に流すんですね。いわゆる流産ですね、したのではないかなと言われています。これはどういった意味があるかというと、女性からですね、声をかけるというですね、こういった行動をしたんですけれども、やはりここはですね、男性がやっぱ声をかけるべきではないかということで、もう一度やり直します。そして男性から声をかける、すると神々がね、どんどん産むというね、そういう物語になっております。ということで先に行ってみましょう。イザナギとイザナミが神産みを行います。その時に一番最後に産んだほのかぐちという炎の神様、この神様を産んだ時にイザナミは亡くなって黄泉の国に行ってしまうんです。そして黄泉の国までですね、イザナギは、追っかけていきます。そしてイザナミにですね、のこの何て言うのかな、小屋の前でですね、イザナミってこう呼ぶんですね。すると中からイザナミの声が聞こえてきます。そして一緒に帰ろうと言うんですけれども、こちらの食べ物を食べたから、帰れないと、ね、それでもね、一緒に帰ろうというわけです。そしたらこっちの神様にね、話を聞くから、とにかく待ってくれと、絶対中を覗かないでくれというわけですね。ところがイザナギはですね、こらえきれず中を覗いてしまいます。すると中には腐敗したイザナミの姿があったんですね。そして物音を立ててしまいます。そしてイザナミは覗いたイザナギに気づくんですね。そして悪魔を放ちます。そして悪魔を放って、イザナミは逃げるんですね。そして逃げたイザナギはですね、逃げたイザナギはですね、
タケノコを投げたり串を投げたり最後に桃を投げるんですね。この桃っていうのはですね、あの厄除けですから、端午の節句の桃というのは厄除けというね、まあ、そういう意味もありますね。そして桃を投げ、そして最後に大岩で黄泉の入り口を塞ぐんです。そしてお前と別れるというわけですね。イザナギがイザナミに、そしてイザナミは怒って、だったらね、お前のところの人間を1日1000人殺すというわけです。するとイザナキはだったら1日1500人産んである、まあそうやって今人口が増えていってるという、まあ、ところが今人口減ってますね。これどうしてかっていうと、イザナミの力が強くなった、つまり、女性がね社会に進出することによって、まあ、昔はね7人8人子供を産んでた、今1人2人でしょ、まあ、そうやってまあ人口が減ってきているっていうふうにね、まあ、つながってるんじゃないかなと思っております。こちらはですね、手水舎または長寿屋と言います。これはねどこから起源があるかというと、イザナギが、まあ、帰るわけですね。その時に汚れてるんです。その汚れを払う、これをねみそぎと言います。まあ、みそぎをするためにですね、まあ、神々ってのはこの汚れを最も嫌いますので、まずこの長寿屋でですね、あのみそぎをする。じゃあ左、右、そして左で口をゆすいで、また左を洗って、そして立てると。ね、まあ、こういう作法になっております。まあ、ここはね、人とはいうですね、生きてる間に罪、汚れをやっぱりあるんですね。例えば人が通るのに邪魔だと言って枝を切ったり、例えばこの食べ物は嫌いだと言って捨てたり、そして自分が正しいと言って人の意見を、ね、妨げたり、そして嫌な気分になったって言って怒り、悲しみ、苦しみ、憂い、恐れ、まあ、こういう感情になる、まあ、このことをですね、汚れと言います。つまりまずですね、人は汚れてるんだということを認める。そして認めた上でこちらで、みそぎを行うというね、まあ、つまり、私も汚れてる、あなたも汚れてる、でだから一緒に頑張っていこう、まあ、ここがですね、成長でもあり、また教育でもあるんですね。こちらにあるのがですね、夫婦大楠と言われてまして、樹齢900年、兵庫県のですね、指定天然記念物になっております。このね、周りが 8.5 メートルもあるみたいですね。はい、早速中見てみましょう。基本的にですね、御神木というのは実は触ってはいけないんです、ね、何かお世話するときに触っていいんですけど、自分から何かをいただこうというときに、触ってはいけないと言われてますね、はい、木も命です。はい、イザナギ神宮いかがでしたでしょうか、ね、全てはですね、ここから始まったんですね、はい、このようにですね、神社のことを、まあ、勉強すると非常に楽しくなっていきます。またですね、次回どこか、違う場所の神社をですね、ご紹介したいなと思います。